おはようございます。本日もポケダン DX やっていきますか。あと3つだな、実績が。1個はね、多分今日埋まると思うんだよね。あ、で、そういえばサーナイトがなんか現れてたんですよ。話しかけるか。あれ、間違えた。あ、大丈夫だ。私いろいろ考えてグラーズで救助隊をやってみようと言いたいと思ってるんです。私も仲間にしてもらえないでしょうか。いいよ。ありがとうございます。私頑張ります。あれ、これサーナイト埋まったりしたのかな。さらってでもなんかそんなに弱くない気がする。離れても頑張る。結局ゲンガーはどうなったんだ。あ、消えてる。隕石の洞窟。これゲンガーを、これあれかな、サナの方行ったらさ、ゲンガー仲間になったりしないか。過去のルギアの時みてえに。なんもないわ。なんもない。これ実績。トップメニューの実績さ、これ更新されたのかな、もしかして。見てみるか。あ、変わってないね。やっぱあれ、もうゲンガーでまとめられてんだな、サーナイトは。よし、じゃあちょっと準備をして、隕石の洞窟行きますか。ハッサムのパワーがやべえことになってる。142ってさ、これだってグラチューの特攻でいくつだ？これ132ですよ、レベル72で。レベル49でさ、攻撃142ってやばくないか、このポケモン。何気にハッサムが一番やべえかもしんねえな、うちのグラーズのメンツの中で。で、準備できたんで、じゃあやっていきますか。隕石の洞窟へ。一応これに行けば、今フラグが立ってるやつは全部終わりかね。レベルはこれ5になんないから、別にいつものメンツで行けばいいんだよな。なんでこれ持ち物外れてんだ。あれか、家に帰したからか、こいつら。ラティオスもでも相当強くなったよね。122か、特攻。あれ、何やってんの俺。道具を持たせるだ。で、ねじり鉢巻きと。ラティオスも相当強くなったけど、ハッサムのパワーがマジでやばい。まあ、ラティオスはそれ以外の能力も高いんだけどね。あと、技火力か。数値以上のパワーが出るような、流星群のパワーで。まあ、ここ正直余裕だと思うんだよね。だから最近思ったけど強くなりすぎた。え、待って、いきなりディオキシスいいんだけど。ちょっと待ってくれ。これあれか、ポケダンスーパーでいうさ、あのダンジョン、なんだっけ、あのカセットのやつ。ちょっと待ってくれ、なんだこれ。あのカセットのポケモンなんだっけ、名前が出てこねえ。映画になったやつ。ミュウツー覚醒の映画に出てたやつ。あの、カセットポケモンがいっぱいいるダンジョンがあったんですよ。ポケダンスーパーの時に。まあ、あれと一緒だろうね。これはな、カメックスもビビって帰ってくるわ。おい、ふざけんな、これ何なんだ。これさ、プレッシャーでさ、PP いくつ減ったの。これさ、やばくね？ PP の減り。もしかしたら。やばいのでは。デオキシスで仲間になるのかね、こいつら。これ PP の減りどうなってる。いきなり15も減ってんだけど、ふざけんな。モンスターハウスやばすぎだろ。こういう意味でやばいのは初めてだな、モンスターハウス。なんかすげえ HP 減ったけど。鉄壁。見えませんけど、え、あれか、いろんなフォルムがいんのか、デオキシス。硬いな。これはディフェンスフォルムですね。なんだっけ、いろいろなんとかフォルムっていろいろあるよね。ディフェンスフォルムなんて名前じゃなかった気がするけど。なんかパワーが高いやつと防御方面が高いやつと、あとなんか素早さが高いとかだっけ。ドバスでめんどくせえわと去ってくんな。あのカセットポケモンの名前マジで思い出せないな。なんだっけ、たまになんか忘れちゃうんだよな、ポケモンの。あれだけ身のピピがなくなった。まあいいや。なんだあれ。なんか階段やばいことになってない？何あれ。ん？デオキシスはワープした。そして階段の封印が解けたようだ。え、なんか今までにないシステムが来てんだけど。何これ。デオキシスが逃げていくってことか、下まで。そういうこと？これ確かにやばいわ。今までで一番やべえかもしんねえ。あれだけ見はいいか。面白いな。こういうダンジョンは初めてかも。過去作含めて。あ、もうピピな、両方ないじゃん。あれ、
これでもあれだな、グラチメタられてんな。放電しか攻撃技がないから。メタられてますわ。今までいないって言っても、スーパーの時のカセットが近い感じだったけど、あの時こんなあれだったよね。こんな、これもさ、階段にさ、なんだ、ロックがかかってるみたいな感じじゃなかったよな。確か。こいつ倒してもいけないってこと？あ、いけたな。その部屋にいるやつを倒したらいけんのかね。あー、ってことはこれ19階とは言っても結構なんか、難易度的にはまあまあなのか、実は。確かにこれを99階までやれって言われたら心折れそうだもんな。またかよ、それちょっとさ、困るんだけど。プレッシャーのせいで、PP がやべえよ。これ経験値とか相当もらえてそうだけど。これやばすぎだろ、PP の減り。マジでメタられてるわ。PP リカバーとか最近正直あんまいらんかったから。ちょ、耐えてきたぞ、こいつ。外したのか？え、回避がめっちゃ上がってる、こいつが。なんか後ろからも来てね。全然当たんねえぞ。おい！しかも死んだ。さて、ここ強いぞ、敵が。もう放電ないじゃん、PP。嘘。ちょっとな、全員が変わってくれ。え、ラティオス。ラティオス死んでない？死んでないか。まずこいつ倒すのめんどくせえから。ほい。さすが。ゼニガメリカ、倒れそうだ。大丈夫。お前、吹雪、なんとかなる。全員ぶっ倒せ。いや、こいつ当たんねえんだけど。じゃ、ここ、なんか急に苦戦するダンジョン来たな。なんか相当うざいぞ、こいつ。もうリーダーチェンジ、全然当たんねえんだけど、技が。あ、混乱したわ。あ、オッケー、よくやった。これ、さすがに死んだな。オッケー、オッケー。ちょっとな、これ、今までにないわ。今までにない、この感じ。なんか覚醒の種なかった。お、あるじゃん。これ多分ラティオスに連携技、連結技とか関係ないラティオスだな。多分単純にステータスが上がるはず、メガ進化で。これ上がってなかったらできるけど。見たらわかるか。その前にさ、ちょっと道具。ステータスでも見れるか。ラティオス。あれ、上がってなくね？特攻120に変わってない。いや、多分か裏ステータスとかあるだろう、きっと。願望。全員外されてんじゃん。デボキシス強いな、ちょっと。今までいない感じだわ、これ。PP がさ、PP を削りに来るってマジで今までいねえよ、これ。いや、今までもプレッシャーポケモンはうざかったけども。モンスターハウスでさ、一気に PP10 単位減らしてくるってやばくないか、普通に。俺 PP リカバーなくなっちゃうんだけど。まだ3回でこれですからね。まだいるじゃん。硬いし、こいつ。横取り。これ相当硬いな。これは厄介ですわ。なんだ、爆弾か。死ぬ誰か。あ、大丈夫。ギリギリ生き残ったわ。まあ、自然回復でなんとかなるっしょ。こんなこと言って死んだら生きるけどな。多分大丈夫だ。ナイトヘッド。はい。回避上げてくる系相当うざいな。あ、お盆の種、お盆の実が来てる。これは後で使ってあげてもいいね。これも PP の秘訣があってまだマシだったかもしれないな。本当に。まだマシだったレベル。あ、ワープしたか。階段とかそもそも見つけてなかったけど、やっぱその部屋、階段の部屋のデオキシス倒すと封印が解けるっぽいっすね。今のところ。敵が近くにいる？いるか。あ、薄いんだよ、なんか病気姿勢。でもやったら薄くない？実体がないみたいな感じを表してんのかな。あ、階段あるじゃん。ってことは多分これで封印が解けるはず。あ、解けたっぽいわ。はい。あ、思い出した。ゲノセクトだ。ゲノセクト。唐突に思い出したわ。あのカセットポケモン。ゲノセクトでしたね。でもこいつ、グラチの放電50ダメージって相当硬いよね、本当に。ほら、もう PP11 しかない。しかもこれで9でしょ。違うな、もっと減ってるな。ん？ワープした。
あれが本体ってことか。ブロム壁紙、鉄壁。まあ、鉄壁は別にいいんだけどね。飛ばすでがうざいよ。ほら、もう PP なくなってんじゃん。ちょっとこれやべえ。PP リカバーが足んなくて詰む説あるぞ、マジで。まあ、最近グラチューが技使えなかったら、ラティとゼニガメでなんとかなるかな。ラティゼニガメはたくさん技あるから。え、あ、ひるみか、ビビった。ちょっと頼むわ、ゼニガメ。いい、いいね。いや、大丈夫。お前、自然回復でなんとかなる。こいつ硬いね、やっぱ。あ、階段は取れるようになったな。おい。おい。じゃあ、ラティオスなんか攻撃してくんなくね。お前、そこが多分届くだろう、技。よしよしよし。さすがラティオス。シャドーボールは結構入るね、さすがに。抜群のだけあって。いやー、これちょっとな、今までにない苦戦の仕方だわ。だから敵も単純に強いし。なんかルギアのとこが今までで最難関かなと思ったけど、ここかな、もしかして。いや、俺のみんないらないだろ。あ、ここにいるじゃん。これだって多分柔らかいやつっしょ。え、テレポートか。これさ、通れないの、もしかして。あ、あいつ逃げやがった。くっそ。しかもオート移動できなくなってんじゃん、これで。超めんどくせえ。あとこれ押すとさ、戻っちゃうんだよ、こうやってオート移動。これ相当めんどくせえ。コスモパワー。耐久だけできるのうざいんだよな。こいつだったりしないかな。違うな。え、これまさか探さなきゃいけないの。マジかよ。これあの漫画僕らの最終回みたいになってんじゃん。僕らのって漫画知ってますか？まあ、すげええぐい漫画なんだけど。あれの最終回みたいになってんぞ。敵を全員殺さないとクリアになんねえみたいな。あ、クリアになったわ。いや、本当に僕らの最終回だったな、今。最終回じゃないか。最終決戦みたいな。お、ラティオス HP 満タンじゃん。食わせるか。ラティでいいよな、お盆のみ。もうグラチューなんか HP 上がんないっぽいし、よくわかんないけど。なんか上がんないっぽいんだわ。あとなんかブロムヘキシみたいなのあったよね。これも食べちゃいますか。防御が一番低いやつに使おうかな。ラティオスだけどレベルあたりの考えとゼニガメか。まあラティオスでいいか。今回抜群取られる感じだしな、ラティオス。畑を落とすみたいな技で。こいつが門番かな。死ね。PP の減りがやべえよ、マジで。あ、こいつだわ。やっぱ部屋にいるやつを倒せばいいんだな。さっきみたいにテレポートされるとめんどくさいから、まあ、テレポートされたら僕らのが発動するみたいな感じだな。地下8階。あ、まあ厳しい。相当うざいことやってくるじゃないか。敵が薄くて一瞬見逃してし、見落としてしまうの。思念。あ、お、俺に使えばよかった。まあちょっと復活タイムまで温存しとこう。あとでさ、PP 復活させられるから。PP リカバーがなくなった時の最終手段。俺にケチらずちゃんと使うか。いや、ちょっとケチった方がいい気がしてきてるんだね、このダンジョンは。敵が結構強いのもあって。可能な限り、自然、戦闘がない時は自然回復に身を任せた方が。え、全然当たんねえ。なにこれ、回避フォルムか、こいつ。強えんだよな、パワーが。でもこいつ、まひり上がったな。全然当たんねえんだもん。やべえ、ほら、PP なくなっちゃってんじゃん。なんでこいつを、あ、わかった、作戦変えてないんだ、俺。この間なんか、味方作ろうと思って。なんかこいつは技打ってくれねえと思ったら、すっかり忘れてたわ。一度ポジションの問題じゃなかったわ。おい、もうそれオーバーキルだろ。デオキス多分3、4匹死んでるぞ。作戦か、これ。忘れてたわ。技使え、そうだよね。一緒に行こうに、じゃあ、ね、全員変えよう。なんかさっきから技使ってくんねえなと思ったけどさ、そういうことか。これもだいぶ楽になるだろう。だってグラチューが、ね、技使わなくたって。これちょっとまずいな。でもラティが多分こっからレイリーシャドウで。お、凍ったじゃん。ピピ回復しよう。ピピ全然なくなってきちった。とどめの刺激俺がやるか。あ、ゼニガメが吹雪してくれたか。
いやこれでもあと10回やったらいけるか。結構しんどいなと思ったけど、アイテム PP リカバーが一番ちょっと怪しいけど、まあ道中で拾えなくもないだろうし、硬い力士がちょっと鬱陶しいなと避けるやつ。あれ、回避フォルムなんかあったっけ？デオキシスに。なんか、硬いやつとパワー高いやつとなんか素早さ高いやつだった気がしたんだけど。で、回避なんて、デフォルトでステータスないしな。よくわかんない。まあ、ポケダンの特別仕様かもしんない。おーい、これさー、もう別にいいんだけどな、俺は。お前ら後悔すんね、俺に喧嘩打ったことは。まあ、つか、そこに PP リカバーあるし。そこに落ちてんじゃん。いいや。だったら全然問題ないわ。PP 減りすぎだろ、マジで。おかしいだろ。やべえ、これ、メタられてる。技1個にしてきたのがあだになってるわ。ほら、つか、全然、当たらない。耐えてきてんのか、これさ、もしかして。硬いやつばか生き残ってるしな。回避とこの避けがずるいわ。じゃあ、同じじゃん、回避と避けって。わー、うまくなった。よし、2発目。1匹生き残ったか。1匹ぐらいやったら、ゼニガメ。ラティオス。ちょっと使っとくか。これ流星が当たる圏内だよね。倒したか、もしかして倒した。倒してそう。思うのに。うわ、これ相当うぜえわ。てか回復しとくか。いいね、ゼニガメ。お前も PP 怪しいんじゃないか、そろそろ。ああ、封印解けたか。やべえよ、これ PP が。PP がこんだけきつくなったのって初めてだな。すげえ長いダンジョンで、足りるか怪しいなみたいなことあったけど、こんな19回程度のダンジョンで、怪しくなるとは。もっと持ってくるべきだったか。デオキシスのプレッシャーとか。正直全然気にしてなかった。なんかこんなデオキシスばかりいると思ってなかったし。まあ、ゼニーが、なんかカメックスが、やべえやつがいたみたいに言ってたから、なんか、道中にいる可能性はあるなと思ったけど。まあでもあれか、過去のゲノセクトを考えたらこれも想定しておくべきだったな。仮に想定したとしてもでもね、こんななんかプレッシャー地獄に落ちるのは考えないわ。おー、レベル上がるか、ここで。レベル上がったとこで。でも、レベル上がったらさすがに HP も上がるね。やっぱレベルあたりの上限みたいのがあるんですかね、もしかして。うん、ステータスに。でもそれ言ったらハッサムのパワー高すぎねって感じがするし、よくわかんないな。HP だけかもしんない。まあ、HP 高かったら負けないからな。よいしょ、相当うぜえわ。コスモパワー。はい。はい。お、あ、すぐそこじゃん、階段。まあ、でも何気にゴールは近いな。これ多分ラスボスもデオキシスなのかな。これ PP 完全なくなったらどうすんだろう。PP リカバー拾えることに期待しながら奥まで行くしかないか。はい。レベル上がった。ラティオス。お、あと、1で60、60になったか。いいね。これ、クラッチであんま技使いたくないけど、使うか。全然当たってねえじゃん、ゼニガメ。あ、あと、お前は信じてる。えシャドウボレイ両方外せ。やっぱこれ回避フォルムだわ。当たったけど。あ、さすがゼニガメ。いいね。くぇ、回避と耐久型がクソ厄介だな、マジで。放電一発でできるだけ多い、あ、意味ねえか。多く巻き込んでも、それはそれで、プレッシャーで減らされ、でもあれだな、でも多く巻き込んだ方がまだ得か。一匹、二匹倒すのに、放電一回だったら、プレッシャー込めても減れる PP3 だけど、二匹に対して二回打ったら4減るからね。そう考えて、できるだけ一撃で多くを巻き込みたいところだけど、こういう風に巻き込めないところもあるからな。ナイトヘッドうざいな。レベル55なのかね、こいつ。待て、ラティン変えたい。はい。やっぱここラティンのシャドーボレービーが一番いい気がするな。殴る分には。抜群取れるしね。
あ、ちょっと待って。誰がリーダーになってる今。クラッシュに帰るよ。もう逃げようぜ、これ。その種ちょっと欲しいけど、いいや。全員殺してらんねえわ。うざすぎる、こいつら。またかよ。お忙しいんだけどな。お、豪華な箱じゃん。いいね。鍛錬。でも、鍛える意味がないからな。しかし、硬いやつは分かりやすいけど、硬くないやつなんか、フォルムが似てるの、ちょっと。硬いやつはすげえ分かりやすいんだけど。影分身、やめろ、それ、マジで。当てに行くしかない、ここは。回復してる暇はない。よし、当たった。いいね。俺に使ってもらおうぜ。でも、ピーピーなくなったか、また。ちょ、変わろうぜ。おいおいおい、連続攻撃やめろ、マジで。何それ。ズルじゃん。動けないし。動けないんだけど、これどうしよう。あれか、PP 回復するしかない。めんどくせえ、これ。どうしよう。あ、てか、節約版だな。あ、これはグラチューに変えようか。今回に関しては。それでもいいかもな。今更だけど。パワー、でも、硬いやついるからな。パワー下げるのあんまやりたくないか。パワー下がるっつってもどうだろう。確定数が変わると嫌なんだよな。まあでもいいか、変えてみるか、ちょっと節約バンダナに。いやでもいいか、ゼニガメでいいや。パワーもまあまあ重要ですからね。PP 系なんだかんだ持ちそうだし。いいや、復活の種もあるから、最悪死んで復活の種使ったら PP 回復するんで。これちょっとめんどくせえけど、悪だくみ毎回積んでいった方がいいかもね、さっさと。悪だくみその部屋中ずっと続くから、パワー上げておいた方がいい説があるわ。ほら、これ一発で倒してないもん。あ、バカ力だから、え、強くない？え、強くない？パワーフォルムだからか。せっかく上げたパワー無駄になってんだけど、俺の。お、いいね。ワンパンしたからって様子、いいじゃん。レベル上がったゼニガメ。もう80近くなってきたな。だいぶ高齢になられてきましたね。で、これ仲間たちの PP 状況どんな感じなの？確認するか。PP リカバー、まあ、使う前提で考えよう。吹雪だけ。ああ、だけど、いいか。流星群まだあるからな。シャドポは最悪強いけど、流星群打てればいいんだよ、こいつは。流星群なくなったら使うぐらいでいいと思う。いつもあったらさっさと使ってるけどね。ちょっともうパワー上げとこうぜ。高速移動はどうせすぐ溶けちゃうけど、パワーアップは溶けないんで、まあ、研ぎ澄ますもすぐ溶けちゃうけどね。これぐらい上げとけばいいか、さすがに。研ぎ澄ますはでもあれから技打たなきゃ。あ、でも消えてるっぽいな。一撃のもとに葬り去る。いいね。これが一番 PP を温存できるわ、逆に。技を使うことで逆に PP を温存するという逆転の発想。これできるだろう。でも PP なんとかたくさん手に入るな。そこに敵いんじゃん、勝てるやつが。確定急所で潰しに行け。ワンパンできないの、ちょっと痛いな。いいね。倒すか。いいね。PP 回復系結構手に入るのはいいな。82ダメージだからね。畑落とすやめてくんねえか、それ。やめてくんねえかな、それ。めんどくせえんだよ、一日。クソ勝てえし、こいつ。やめてくんないかな、ほんとに。パワー上げとこう。素早さどうでもいいけど。能力ダウン時のエフェクトが相当だるいけど。今回そんなのもいって、ドワスで。こういう時こそあれか、貫通するべきだな、研ぎ澄ますで。さっきからちゃんとやればよかった、手抜かずに。相手の能力上昇無視していくからな、これは。よし、強い。ナイトヘッド。おらー、だからワンパンできないんだ。ん？あ、もう一匹来たってことこれ。倒したと思ったけど、もう一匹来たってことだよね。ラティオスの影が超怖いな、なんか雰囲気あるわ。
これ一つで弱いからいいんだよ、ね、あれ当たんねえやつじゃんこれ。おーい当たんねえやつだこれ、めんどくせえわ。相当パ耐久はないけど、ヒッチ技とかがあればよかったのか。グラチューってヒッチ技なんかあったっけ。なかった気がする。あったっけな、なんか絶対当たるみたいな。電気技でなんか絶対当たる技ってなんかあった気がしたけど。ドロップも当たるんだ。硬いな。流星群で78ダメージで2発当たった。これなんか俺が殴るまでもなくね。イドンプで44か。相当硬いわ、本当に。こいつは多分普通のフォルム。ノーマルフォルム。でも PP 足りるな、こんだけ。うん。まだだいぶあるし。リゾチューム来たか、ここで。ここに来て初めてパワー不足感じてるからな。飲むか、リゾチューム、グラチュー。まず、素早く上げてから飲もう。お、いいね。でパワーも上げておけ。これで満パンできなかったらもうどうしようもないわ。リゾチューム飲んどくか、一応。ここに来てさらにパワー上げるわ、グラチューの。全然当たんねえじゃん。あ、リセグなくなったか。ちょ。おい。おいおい。全然当たんねえじゃねえか。ナティはあれ使ってもいいね。PP マックス。グラチューは最後放電だけ回復できればいいから。ラティオスはシャドーボールもまあまあ強いですからね。まあちょっと両方回復させておこう。いいダメージ。電撃いいぞ。こいつを倒せば多分いける。よーし、いけるぞ。これで17回か。これラスボスってこたくさんいるのかな。デロキシウス、それが1匹かな。1匹やったら大したことねえけど、たくさんいるとな、 PP の問題で大変なことになっちゃうからな。うわー、これまたあれじゃん。倒せ。よしよしよし。これ回復アイテムなかったよな。もうあったっけ。使ってく、あ、あるじゃん。俺の使っとくか。この部屋に 何匹いるか分かんないからな。覚醒の種、待て。覚醒の種か。これ覚醒しとく意味あんのかな。なんか、連撃、だから連携技がなんとかだった気がするけど、まあ、使ってみるか。なんか能力上がるかもしんないしな。隠しステータスみたいな。なんか連結技が強くなるみたいに言われてたじゃん、前。なんかあれもパワーもなんか若干上がった気がするわ、やっぱり。やっぱ強くなるんだ、覚醒って。あ、でもこれ待てよ、これボス部屋で溶けたりしないかな、覚醒。不安になってきた。ボス部屋の覚醒はなんか継続されてたんだけど、入ったらもしかしてかこれ溶けたりしない？どうですか？お、83も入るか。ひるんでしまった、おい。あれ？当たんないの、この距離。おい、ちょっと待って。ちょっと待って、これ、ゼニガミ死ぬぞ。ゼニガミ生きてるのか、これ、ギリギリ。お、さすがリフレッシュ、いいね。死にましたね。まあ、復活の種がまだあるんで、プチ復活もあるか。いや、もう最近だと珍しい苦戦具合だな。ちゃんと頭を使ってやったらもうちょい楽なんだろうけど、まあ、脳みそ縛りをちゃんとしてますからね、僕は。縛りに忠実。あれ今覚醒の種もう一個来なかった。取っとくか、これ一応ボス戦の時に使えるかもしんないしな。今覚醒の種だよね、来たの。あ、でもね、なんかすげえ拾えるじゃん、ここ。いいな。なんだ、タウリンか。タウリンはハッサム専用アイテムだから。相当強くなっちゃうけど、ハッサム。もうなってるけど、なってるかすでに。あいつ一人でアイテム独占してるからな、タウリンに関しては。何回も話してることだけど。復活の種系はかなりあるね。PP リカバーもまあ持ちそうな感じはあるか。あと1回だしな。19回をクリアしたら終わりなのか、ちょっとそこの辺はよくわかんないけど。まあ、小屋カメックスも尻尾巻いて帰ってくるわ。納得。あいつが弱いんじゃなくてこいつらが強すぎたんだな。こいつ放置してもいいんだけど、倒すか。
ど忘れ、放置したくなってきたわ。ういスーパーの時のこの覚醒みたいなやつは正面からの攻撃全部無効にするみたいな超強い効果もあったんだけど、今作はそれはないっぽいですね。てめえめっちゃ殴るじゃん。こんだけ殴られても耐えてくるのやばいけどな。やりすぎだろお前。やりすぎだろお前ら。ムカついてるのはわかるけど、相当ムカついているんだろうなということはわかるけども、それで PP を使うことで温存する作戦でいくわ。またはい、まあ、この回がラストっぽいですからね。次やっぱ次の回にボスがいんのかねこれ。まあ厳しい。これより下に逃げらんないじゃん相手。今まで散々逃げてきたけど奴ら。もう逃げらんなくね。わからん。まあ素早さが下がるのはいいよ。おお、いいダメージ。110ダメージも出るようになったか。覚醒と、パワー、丸巧みのパワーアップで。でもこれでもワンパンできないってやっぱ相当硬いな。おお、なんかまだ階段あるな。もう握らんなくない相手。あと一回握られるのか。逃げてったな。一応あれ拾ってから行こうか。PP リカバーか。まあ悪くないね。こいつはほっときたいんだよな。こういう時枝で飛ばしてしまいたいけど。まあいいでしょう。いいね。こいつに88ダメージも入るのはなか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 ですよ、本当に。え、道具いっぱいなのか。あれ、まあどうせ使えないじゃん、あれ。おい、ネバついたか。節約バンダーねじり鉢巻きがネバついた？これラティオス長弱体化しない？え、これネバついても効果ってあんのかな？わかんない。ねじり鉢巻きが使えないとラティオス超弱くなるんだけど。これボス戦ってことですかね？てん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 。なんだ？なんだこれ、コスモを感じるんだけど。ここはどこなのだ？なんだいきなり。どうした？突然爆発が起き、目覚めた時ここにいた。あーってことはやっぱいたんだね、あの隕石の中に。ここは一体どこなのだ。こいつほんとウルトラビースト感半端じゃないよな。ディオキシスちゃん。私はディオキシス。宇宙からやってきた。ああそう。知っているなら教えてくれ。ここで何があったのかを。教えてくれって態度じゃないけどな、こいつ。喧嘩売りに来てんじゃん、太陽ロ。うわ、増殖しやがった、こいつ。なんとなく予想してたけど。フォルムをどんどん変えてくるか、全部いるか、どっちかかなと思ったけど、まあ、全部いる方だったか。あ、覚醒やっぱ継続してんね。やっぱじゃあ、2回目覚醒させてやるか。もう全員覚醒で一気に決めに行こうぜ。全覚醒でいくわ。初めて初めての試み。ボス戦で全員覚醒してる。さあ、メガゼニガメ、メガグラチュー、メガラティオセ、最強の3匹。回避のやつが一番苦戦しそうだな、これ。耐久系もかだけど。おお、いきなり弱い相手。光の壁、電磁砲やるじゃないか。え、覚醒溶けてね、なんかゼニガメ。いや、溶けてないか別に。ただこれ耐久アップは貫通できるんで、今グラチューだけはね。あいつ大したことねえじゃん、相手弱えわ。え、一般ポケモンと変わんねえよ。コスモパワー、え、半径ねえ。え、笛やが、え、そういうことか。クソ弱いかと思ったけど、あれか、本体が生き残ってる限り終わりにならないってこと。一匹でも、え、どう、本体とかいいのかな。瞑想やめろお前。なんかガチ構成やめてくれ。高速移動、俺だけの専用ごとじゃないと言いたいのかこいつは。当たんねんのやっぱ一番めんどくせえな最近ね。あ、パワーは大したことない。倒せグラチェ、574ダメージ。でもちょっとこれ急所が必要だな。瞑想とかしてきてるし。ゼニガメ死んだ。覚醒溶けちゃったか。また急所狙いに行くか。そこわかんないけど、一応素早さアップと、この急所の恩恵があると。向こうも素早さ上げてるからな。やっぱ全然当たんねえじゃん、あいつ。あ、ダメージは十分出るな。入りすぎじゃね、逆に。逆に入りすぎだろ。
よし、何してんのこれ、さっきからただのパンチみたいなやつ。破壊光線。いやでもこれちょっとビッグザと近いレベルの強さ持ってるぞ。本当にここ最近中では一番強い。テレポート意味ねえ、それ意味ねえよ。むしろ助かるぐらいでは近接攻撃食らわないから。あーでもさすがにまあまあ硬いな。いいね、あきよせ、あきのパワーは十分よ。当たんねえな、凍らした、溶けたのか氷が。やっぱ全然当たんねえなあいつ。あきよさすがだなお前、さすがき。自己再生やべえ、禁止の種持ってきてねえ。ちょっと待ってくれ、禁止の種持ってる。自己再生を止めるには禁止の種を使うしかないんだけど。やべえこれマジで、やるだけやるか。一応あの氷とかマギで突破できる可能性もあるから、これもう一回やるのめんどくせえよ。回復を上回るダメージ与えるしかない。グラチューならいけるだろこれ。ちょ凍らせてくれて、2回目勝てよ。相手再生すんなよお前。 PP がない。だってこれスーパーの時のさ、ミュウツーリターンズじゃん。禁止の種持ってくるべきやったな本当に。いやあの時はいけなかった。よし凍らせた、オッケー。この隙に一気に畳みかける。俺たちのパワーならそれができる。こすぎるとちょっとうざいな。破壊光線、いや強いけど死ぬほどじゃない。決めろクラッチ。あれ HP500 とか回復したからな。やべえよこれもう。ちょっと待って、え禁止の種ないとこで無理なやつじゃね。PP って書いてあんのかこいつら。なんかないかアイテム。でも凍らせてる間に畳みかけるしかないけど、氷すぐ溶けちゃうしな。えこれ無理じゃねもう。でもあれか、シャドーボールの特防ダウンを引いて凍ってる間に畳みかける的な。これどんなに頑張っても無理せずないか。粘るだけ粘ってみる。時間の無駄かな。まあいいか、どうせ俺の時間だしな。麻痺とかさ、このただのパンチしかしてないし、これもう攻撃技がないのでは。これ麻痺とか氷でワンチャンないのかな。本当にないですか、凍ってる間に殺しに行くみたいな。テレポート、あそうテレポートとか使ってくれてもいいんだよ。自己再生これアホだからつかないかもしれないからな。麻痺で混乱でもいい、混乱でもいいぞ。水の波動でテレポート、え自己再生使えなくなったこいつ、もしかしてワンチャン生まれましたか。マヒンねえなあいつ。凍らせろぜ2回目、こういう時に限って凍らないな。くそ、俺積んだ説あるんだけど。ほら禁止の種ないと無理なやつじゃんこれ。ポケダン恒例の帰るか、もう一回行くの超めんどくせえぞこれ。これ絶対無理だな、これ絶対無理だよね。いやちょっとこのサイクルもう一回グラチューが PP 切れるまでやって、無理だったら諦めよう。麻痺、あ、麻痺ってる、これこの隙に1000ダメージが与えられれば。お、凍ったて、これチャンスだぞ、これチャンスかもしんねえ。確定急所だし、でこの隙にダメージが取らなすぎる。よしよしよし、いいぞ。あいつが再生使えなければチャンスはある。だって PP がないから、マックスでもいいかも。うわ、シャドーボールないのか、お前。殴りてえけど、これちょっと PP の問題で。
ちょっと頼む、ゼリカメ。もう一回凍らせて。もう一回凍らせたらチャンスあるから。ラティオスが死んだ。ちょっと待てよ、これマジで。高速移動使ってからアイテム使うか。で、待って、ちょ、凍らせてくれ、ゼニガメ。じゃ、混乱でもいい。そいつじゃないんだよ。本体そいつじゃない。もう一回凍らせればチャンスあるかも、本当に。これがラストチャンスだろ。フォーテン使えないから、だって、これ PP を回復するしかない。ダメだったら禁止の種を持って出直していきますが、できればここで倒して、凍らせればチャンスあるゼリガメ、吹雪押してくれ。じゃ、リーダーチェンジして押すべきか、これもう、それぐらいのレベルだよね。なんで、ここは麻痺出せる可能性があるから、法人だな。麻痺だ！麻痺った！よし！で、あ、押し切れた。奇跡。ああ、やっぱ、その麻痺とか氷引いてる間に畳みかける作戦は一応成功だったんだな。禁止の種がなくても、クリアできるみたいですね。やった。別仲間になったわ。55でこの強さか。相当な強さだったな。はい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 。お盆の実、いいね。よしよしよし、これでまた一個埋まりましたね。あと多分セレビーが一個取るんだけど、あとラストがわかんないんだよな。これなんかまたフラグ立ったりするんですかね。おはよう、グラチュー。うい。今回すげえ動画長くなってたけども、このまま投稿するか。分割とかせずに。ということで今日はここで終わりますか。お疲れ様でした。